味噌から作る調味料すましを使用した毛の汁。大根、人参、ごぼう、ふき、ゼンマイ、わらび、油揚げ、氷豆腐、こんにゃく、青大豆が入っている。だしは昆布のみで精進になっている。毛の汁は青森県の津軽地方から秋田県にかけての範囲で作られている郷土料理である。秋田県では、キャの汁、キャのことも呼ばれる。細かく刻んだ野菜を、 昆布だしで煮込んだ汁物で、名称は、かゆの汁に由来するとされる。立方の七草がゆに相当する小正月の行事食として作られている。材料は、大根、人参、わらび、ごぼう、とうとうふ、油揚げ、こんにゃく、ささげ、じんダ。地域や家庭によって具材に多少の違いがあるが、根菜を中心とした野菜と大豆製品を、 昆布だしで煮込んだ精進料理であることは共通している。材料のうち、大豆を含めた乾物や塩蔵物を水で戻す。大豆以外の材料をすべて細かく刻み、昆布だしで煮込む。この間に、水で戻した大豆をすり鉢ですりつぶす。野菜が煮えたところで味噌かすましで味を整え、神田を入れて仕上げる。東北地方では小正月を女の正月として祝う。 津軽の毛の汁は正月15日のうちに作り、16日の朝に、まず新物に備えてから、白かと共に食べた。その折に、毛の汁を大鍋で、何か分も大量に作って、毎日小鍋に取り分けて、味噌を加えて食べるが、これは日頃炊事などの家事に追われる主婦を休ませる意味合いもある。かつてハケの汁の材料を刻む時に取り払い歌を歌ったという。これは、 糖度の鳥を払うという意味のものであったそもそも正月7日の七草粥は期限をたどれば中国のケイソサイ期にある7種類の名の厚物と考えられているがこの孔は粥ではなく穀物は入っていなかったそれとは別に正正月の15日上という風習がありこちらは穀物豆など7種類を炊いた七種上であった木村は毛の汁は 王石の七種状の風習が変化したものと主張している。語源は諸説あるが、粥と共に食べるので粥の汁と呼んだものと考えられている。秋田県では、キャの汁などと呼ばれている。キャとは、秋田の方言で粥のことであるから、同じく、粥の汁という意味である。歌人の大沢製造は、粥の汁説に一説を唱えた。何々汁というのは、 汁の実を指して呼ぶのであって何かと共に食べる汁を何々汁というのは聞いたことがないというのである。大沢は万葉の歌に草を意味するかえという言葉があるのを取り上げ、毛の汁は草の汁であると主張した。一方、県南地方では毛の汁は正正月の行事食ではなく日常の食事として使ったため、かゆに添える汁という意味合いはない。よって、 県南地方では晴れの対局としての敬の汁であると考えられている。ありがとうございます。